長谷川康氏は、日本の財務官僚、財務省福岡財務支局長や、金融庁総務企画局審議官、財務省東海財務局長等を歴任した。退官後、SBI グループの地方創生パートナーズ事務局長に就任。東京都出身。京都の落成高等学校を経て、1984年、東京大学法学部卒業、大倉賞入賞。 伊勢税務所長や関税局輸出補税課課長補佐などを経て2005年財務省、主税局税制第1課主税企画官、2006年国税庁調査査察部査察課長2007年から金融庁監督局銀行第2課長を務め中小、地域金融機関向け監督方針の発表などに対応した2008年金融庁監督局保険課長 2010年金融庁監督局総務課長2012年金融庁総務企画局企画課長2013年金融庁総務企画局参事官2014年財務省福岡財務支局長2015年金融庁総務企画局審議官2016年から財務省東海財務局長を務め在名古屋中華人民共和国総領事館への 国有地売却を拒否するなどの対応に当たったとされる。2017年、国際協力銀行常務取締役。2019年財務省大臣官房付、大官、三井住友信託銀行顧問。2020年 SBI ホールディングス顧問。同年度グループ、地銀連合構想推進担当会社地方創生、パートナーズの執行役員事務局長に就任。 2021年、ゴミ広志分の公認として、福島銀行取締役に就任。ありがとうございます。